アメリカ軍機からの落下物に、水や土壌の汚染など、県民は今年も基地から派生する問題にさらされてきました。ニュース二千二十一、今日のテーマは基地問題です。米軍のヘリが畑に不時着しています。原因はエンジントラブルとみられています。六月、うるま市のつけん島。 普天間基地所属のヘリコプターが不時着した畑は。住宅からわずか百二十メートルの距離でした。アメリカ軍は島を訪れ、今回の事故を謝罪しました。 しかし、その後も続いたアメリカ軍機からの落下事故、そして11月、一歩間違えば取り返しのつかない事故となっていました。 ギノンの住宅街ですオスプレイから落落下下ししたた水筒はこの辺りに落下したと思われますオスプレイから住宅の目の前に落下したのは、水が入った状態のステンレス製の水筒でした。何ンいつもコント言ってるんでか、ね、からののの何が落分なしにの欠落した部分が構造的にあるのではないか アメリカ軍が使用してきた泡消火剤に含まれ発がん性などが指摘される有機フッ素化合物 PFAS この問題をめぐってもアメリカ軍の地元警視の実態が浮かび上がりました普天間基地で保管する PFOS を含んだ汚染水6万4千リットルの処理について日米で協議している最中でしたアメリカ軍はこの汚染水を

国の暫定指針地より20倍クリーンだとアメリカ軍は安全性を強調しましたが放出直後にギノワン氏が採取した下水からは指針地の13倍もの PFOS が検出されました数値がこれだけ高いということをまあ一番に懸念としてあの捉えておりますのでまた6月にウルマ市で基地の外に流出した汚染水をめぐっては 最大で指針値の1700倍もの PFAS が検出されていたことが判明情報が全く入ってないですから何をどういうふうにすべきなのかもまだ住民も迷ってるんですねアメリカ軍が首を縦に振らないためこの結果は未だ地元にすら公表されていないのです2015年に日米両政府が結んだ環境補足協定ではアメリカ軍の通報で 環境汚染が発覚した場合、日本側の現地視察の要請に妥当な考慮を払うとされています。しかし、近町で地下水を水源とする水道水から、PFAS の高い数値が検出され、腸は原因とみられるキャンプ反省の立ち入り調査を求めていますが、実現していません。専門家は、環境補足協定そのものに実効性がないと指摘します。 県民の命を最優先で守らなければならないのにそれができていないというね、えー、悪法に縛られている感じがしますね逆に。命や暮らしに関わる重要な問題もアメリカ軍の裁量に委ねられている現実があります普天間基地の移設先とされる名護市辺野古埋め立て工事は今月十四日で三年目となりました 今年10月までに投入された土砂の量はおよそ168万立方メートル計画全体のおよそ8%です埋め立てに使用する土砂を沖縄戦の激戦地本島南部から採取する国の計画に反対するため今年3月、行動を起こした男性がいますこれは基地に賛成とか反対とかっていう以前の 人道上の問題だと思ってます。沖縄戦の遺骨収集を続ける蒲生屋の具志堅高松さん。戦没者の遺骨が混じった本島南部の土砂を埋め立てに使用しないよう訴え。ハンガーストライキを決行しました。お父さんお母さんはどこどこで死にました。お父さんお母さんの骨を。埋め立てに使わなくてくださいって言って泣きながら。訴えてくる。 おばあさんとかおじいさんもいるわけ6月23日の慰霊の日には多くの遺族が訪れる糸満島部にで2度目のハンガーストライキに臨みました例年の慰霊の日とは全く違いますね戦没者に対して安らかにお眠りくださいということが言えないんですよ 具志健さんの体を張った訴えに、この問題への関心は高まり、県の内外で150を超える地方議会が意見書を可決しました。そして、先月25日、普天間飛行場代替施設建設事業にかかる設計概要変更承認申請について、本日、不承認とする処分を行いました。 軟弱地盤の改良工事に伴う設計変更が不承認となり国は大浦湾側の埋め立て工事を進めることができなくなったのですこの行方は法廷闘争となる降参が大きくなっています基地のない島を目指して沖縄が本土に復帰して来年50年を迎えます過重な基地負担を1日も早く解決しなければなりません ここのの年だだけけを見てもこれだけ多くの問題がありました。基地から派生する問題が起こるたびに政府や県、自治体が軍に対して原因究明や再発防止を求めていますが実効性のある対策が講じられているとは言い難い状況です。来年で本土復帰50年となりますが県民はいまだ危険と隣り合わせの生活を余儀なくされています。